日米和親条約。日米和親条約は、加英7年3月3日、1854年3月31日に、江戸幕府とアメリカ合衆国が締結した条約である。神奈川条約とも呼ぶ。日本側全権は、林副裁、大学頭、アメリカ側全権は東インド艦隊司令長官の、マシューペリーである。この条約によって日本は、下田と函館 現在の函館を開港し、鎖国体制は終焉を迎えた。条約名のうち、日米とは、日は、日本、米は、メリケン、米、都市方で、当時の日本における正式名は、日本国米、都市方合衆国は新条約、日本国メリケン合衆国は新条約である。幕末から明治にかけては、アメリカ合衆国は、メリケン、米、都市方と呼ばれることが多かった。 英文における正式名称はアメリカ合衆国と日本帝国間の平和及び就航の条約であり、前述のようにと通称される。アヘン戦争における新国の敗北もあり、天保十三年1842年に江戸幕府は異国船打払い令から浸水給与令に改めた。この変更も開国を意味せず、諸外国の船舶には、 音瓶に帰国してもらうことが目的あった。カ英六年、1853年、フィルモア米大統領の命を受けた、ペリー提督は、艦隊、日本では、黒船と呼ばれたを率いて、日本に来航、大統領の開国、通称を求める新書を持って幕府に開国、通称を求めた、幕府側が一年の猶予を求めたため一時退去した。 翌年の開園7年1月16日、1854年2月13日、再び来航して、江戸湾、東京湾へ入港した。同年2月6日、3月4日、幕府は、武蔵国倉木国横浜村あざ、駒形、神奈川県横浜市中区の神奈川県庁付近、現横浜開港資料館所在地に、応接所を設置し、約1ヶ月にわたる、 協議の末、同年3月3日、3月31日に、全12箇条からなる、日米和親条約を締結、調印した。日本側の実務担当者は、大学党、林副裁であった。その後、伊豆国下田、原静岡県下田市の両戦寺へ交渉の場を移し、同年5月22日、6月17日に、和親条約の最速を定めた下田条約。 全13箇条を締結した。なお、ペリー艦隊は、同年6月1日、6月25日に、下田を去り、キロ琉球へ立ち寄り、琉球王国とも、通商条約を締結している。安政4年5月26日、1857年6月17日、アメリカ総領事のタウンゼント・ハリスと下田奉行の、井上シナの守る木を指示。 中村では森と木満の間で、日米和親条約を修保する、全旧過条の下田協約、下田条約が示された。日米和親条約では次のような内容が定められた。また、下田条約では次のような最速が定められた。全文についてはお参照。当時アメリカは、清志をはじめとする東アジアとの貿易のために、太平洋航路を必要としていた。 当時の蒸気船では十分な燃料を積み込むことはできず、補給のための気候地として日本の港が必要であった。水、食料についても補給が必要であり、特に冷蔵庫もしっかりした保存食もない時代において、かっけや解決病の防止、また乗組員の満足できる味と量の食事のためには、育の菜や肉類の補給が必ずであった。また、北。 太平洋での芸を目的とした捕鯨を行う上で、国交がない状態では漂着した自国の捕鯨船員の引き渡しもままならず不便であった。このような背景から、ペリーの来航目的には通商交渉も含まれては、いたものの無理な交渉は行わず、人身保護と補給を主目的とした和親条約が締結されることとなった。下田と函館が開港上に選ばれたのも、 補給の利便性を重視したものであった。ペリーは、日本との交渉のために、漢文担当の首席通訳官、サミュエル・ウィリアムズ及び、オランダ語通訳アントン・ポートマン、後に、中日米国代理講師を上官させていた。フィルモア大統領の新書は漢文及び、オランダ語に翻訳され、日米和新条約も日本語、英語に加えて、漢文版、オランダ語版が作成されて、 内容の確認が行われている。会話による交渉はオランダ語が中心となり、新書受け渡しの儀式にはポートマンのみが参列しているが、文書による交渉では、漢文が併用された。なお、ウィリアムズは漂流民から日本語を学んでおり、ペリーはウィリアムズに日本語での直接交渉も期待していたが、ウィリアムズは自身の日本語はそのレベルにはないとこれを辞退している。 日本側でもオランダ語通じの堀辰之助は、多少の英語ができ、来航した米国艦に対して、I can speak Dutch と叫んだとされている。2回目の来航時には、長崎でラナルド・マクドナルドから英語を学んだ森山栄之助が第一通訳となっている。また、米国から帰国していたジョン・マンジローも幕府に雇用されたが、スパイ疑惑を残限されたために、 実際の交渉には参加していない。条約の日本語批准書原本は、幕末の江戸城火災により消失した。オランダ語によって書かれた批准書原本の内アメリカ合衆国が持ち帰ったものについては、アメリカ国立公文書記録管理局で保管されており、現存する。2004年、平成16年には、日米交流150周年を記念して、アメリカから日本へ、 条約批准書のレプリカが送られた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。